こんにちは。今日はこれから箱根に1泊2日で旅行に行ってくるので持っていくものを紹介します。さっき起きたばかりなのでちょっと声がまだ眠い声してるけど聞き取りにくかったらすみません。で、持っていくバッグはこちらです。これはアダム・エロペのバッグかな。黒とベージュっぽい色があって、私の私服的にベージュの方が合いそうだったからそっち欲しかったんですけど、黒の方が早く届くっていう理由でもう黒にしました。その時すごく急ぎで欲しかったので、でももし買い直すならやっぱりベージュにしたいですね。でも黒は黒で結構ね、この大きさもちょうど一泊用とかで使いやすいので、一泊の旅行の時はこれを使うことが多いですね。もう一つ茶色いバッグを今年に入って買ったものがあるんですけど、今日はねこれにします。で、もういくつかカバンの中に入っているものがあるのでそれから紹介しますね。まずはじゃじゃん、マスク。なんかいつの間にかこんなに入ってたけど、まあ2枚ぐらいでいいか。これ持っていきます。マスクはバッグの内ポケットの中にシワにならないように入れてます。あとはハンカチ、これ母がプレゼントしてくれました。ハンドタオルか。これも持っていきます。なんかね、天気が雨予報なのでちょっと濡れた時とか拭けるようにね持っていかなきゃ。あとはメガネケース。危ない、メガネ入れてなかったので後で入れます。メガネケースと、あとは充電器ですね。充電器そのまま入れちゃってるけど、これはもう必需品なので持っていきます。もしかしたらホテルにこういうの貸し出ししてるかもしれないですね。あとは下着類と、妹がクリスマスプレゼントにくれたポーチにもろもろ入れてて、これもう大好きなヘアミルク。これはないと髪がすぐパサついちゃうので持っていきます。最近詰め替えたばかりで結構重いです。あとはコンタクトレンズの液。私が今使ってるコンタクトレンズが2ウィークなのでちゃんと洗って使えるようにします。あとヘアスプレー、髪を巻くんですよ。メイクフィックス、メイクキープミスト、日焼け止め。最近買ったこのアリーの日焼け止め結構いいです。ジェルタイプを購入してみました。今日はこれ、ドライシャンプー。さっきも言ったけど雨予報ってことで前髪がベタつくかなと思ったのでこれは持っていくことにします。本当に不思議で、ちょっと前髪が濡れてる時とか汗ばんでる時にこれを吹きかけるだけで髪がサラッとするんですよ。だからこれはね、夏めっちゃ使いましたね。職場にも1本置いてます。あとは UV スプレー、日焼け止めの塗り直しができない時に便利です。多分効果はジェルとかクリームタイプの方があると思うんだけど、まあ、気休め程度に1本持っていきます。あとはちょっとメイク直ししたいなって時にビオレのメイクの上からウルピタのシートを持っていきます。ささっとメイク直しができるシートです。これはこんな感じでいく。もういっぱい入って閉まらなくなっちゃった。本当はもっとキュッて閉まるんですよ。あとはお財布ですね。お財布小銭がいっぱいで閉まらないです。これも入れとこう。またはイヤホン、内ポケットに入れておきます。ちなみに今回の旅行は車で行くのですごく便利ですね。荷物とかもさっと入れられるか。あとは iPad です。これは車の中で何か書いたりとかホテルの中で Netflix 見るときとかめっちゃ便利だったので今回も持っていこうと思います。あと車内で音楽かけるときにiPad を使ったりするのでこれもあるといいですね。はい、あとはポーチがもう一つあって、これは無印で買ったメイクポーチで旅行に便利なんです。ここに引っ掛けるハンガーがついてるのでどこかね、かけられるところにこうやってすぐ取り出せる作りになってます。
メイクポーチの中身を紹介すると、まずはこういうねスキンケア系の試供品が入っています。私が行くホテルとか、あとは大体のホテルにスキンケア用品は置いてると思うんですけど、私の肌がそんなに強い方ではないので、たまに肌に合わないようなものもあるので、事前に一応持って行ってます。ホテルに着いたらメイク落として、それで一旦スキンケアが合うかを肌にちょっとだけのせてチェックして、ピリピリとかしなければホテルのものを使うし、合わないなって思ったらすぐ水で洗い流して自分で持ってきた肌に合うものを使います。だいたいアルビオンのものは肌に合うので持って行ってますね。これはアルビオンの商品を購入した時につけてくださることが多いので、ラッキーと思って旅行に持って行ってます。あと最近買ったクレンジングオイル、魔女工房のクレンジングオイル、9点で買った時にそういうのをつけてくれてたので、これも持っていきます。あ、そろそろ9点の目代わりが始まりますよね。またその時買い物したら紹介しますね。で、このポケットのとこに入れておきます。あとはちょっともう伸びきってる輪ゴム、ヘアゴム、これとこういう小さめのハサミ持ってると便利なので入れてます。あとは絆創膏ですね、いつ怪我しても大丈夫なように。下地、化粧下地、ファンデーション、化粧水も一応このボトルに入れて持ってますね。フロス、最近 Amazon でたくさん買いました。これめっちゃおすすめ、フロートのヘアバーっていうもの、アホ毛がぴょんぴょん跳ねた時に使いやすいです。メイクのスポンジ、こうやって余分な皮脂を取ってくれるスポンジ、顔のツヤを出してくれるアイテム、これはスティックタイプの香水でいい香りがするので持ち歩いてます。あと眉マスカラ、これはセットでいつも持ち歩いているリムーバーとまつげを上げてくれるアイテムです。あとマスカラですね。これで全部かな。あとリップとかフェイスパウダーは手持ちのバッグに入れて持っていきます。まだこれ持っていくかは決まってないけど、とりあえずこっちに今入ってますね。ここにコンシーラーとか、あとリップクリームとか、アイブロウを入れてます。これはよく使うのですぐ取り出せるようにしてますね。これで大丈夫よし。あとは明日着る2日目のお洋服を決めて、ヘアアイロンが今1階にあるのでそれも入れたらもう大丈夫かな。いつでも出発できるようになりました。あとパソコンもだ、パソコンも持っていこうかなって思ってます。もう多分ホテルのお部屋にこもりっきりになりそうなのでね。はい、じゃあこれからだいたい1時間後くらいに出発する予定なので身支度を整えてきます。本日もご視聴いただきありがとうございました。